ドワーン、きたきた、うなぎダブルだ。いただきます。いい感じにこれ最後までこれ食べきれますね。続けた、ちょっと待って、酔っ払いそうです。嘘。はい、みなさん、こんにちは。どうも、今日はこちらランドの北斎来てますよ。北斎、うな丼が復活したんですよね。去年めちゃくちゃ美味しくてボリュームあってめっちゃ気に入ってたうな丼、今年も帰ってきました。しかも夏メニューじゃなくて春メニューでね、はい、夏じゃなくて春から帰ってきたんですね。嬉しい、お帰りなさい、うな丼。はい、こちらまた今年の食レポ来ました。早速行ってきます。予約取ってます。楽しみです。はい、テーブル通されました。じゃあレインのメニューは QR コードです。はい、北斎メニュー行きました。こちらおすすめ料理ですね。もうこれしかない。はい、おすすめ料理、うな丼、とろろ、小鉢、茶碗蒸し、味噌汁、このものプラス320円でお食事にデザート。デザートって今なんだっけな、ちょっと見てみるね。はい、今デザートは白玉小豆、バニラアイスクリーム製、もしくはほうじ茶のクリームブリュレですね。やっぱね、このほうじ茶のクリームブリュレ本当に美味しいんですよね。はい、うな丼来ました。久しぶりですね。じゃあオープンしましょうか。開けます。オープン。ドワーン、きたきた、うなぎダブルだ。すごい、ド迫力。そしてお椀いきます。吸い物かな。味噌汁ですね。はい、うなぎにはねお吸い物ってイメージがあるんですけども、はい、北斎は味噌汁ですね。そして小鉢は相変わらずこの里芋とかまぼこと、はい、そしていつもの茶碗蒸しですよね。そしてとろろとですね、こちらの山椒がついてくるので、お好みに応じてね、召し上がりくださいということですね。あと高温のものですね。はい、こちらセットで3400円です。いただきます。はい、1年ぶり北斎のうな丼ですね。はい、まずはちょっとね、味噌汁からいきます。味噌汁はなめこと豆腐ですね。うなぎはもう山椒必須なんで、絶対かけます。もっといっぱい欲しいですね。はい、かけました。はい、うなぎはねめちゃくちゃ好きなんですよ。ですけど高いので、ちょっと庶民のうなぎっていうことで、まあすき家とかですね、ああいうところでうなぎはよく食べてます。すき家でもやっぱ高いんですよね。ダブルだったらね、確か990円かな、高いんですよね。はい、これはでもね、うなぎダブルすごいですよ。ド迫力ね。すき家とかだとシングルでね、ご飯に対してうなぎが少ないので、これはですね、ご飯に対してうなぎめっちゃ多いので、はい、食べがいがありますね。こちら今日、はい、いただきます。めちゃくちゃうまい。炭火かなんかで焼いてるのかな。このうなぎのね、苦味がちゃんとあるんですよね、甘以外の。まあね、正直ね、この夢も希望もないことを言うと、この北斎の厨房にですね、このうなぎのかば焼きのね、なんかそういう機械とかがあるとは思えないので、まあ何かしらね、このファミレスのような感じで調達してるんだと思うんですけど、それにしてもね、このうなぎのこの焦げてるところの炭のね、苦味の味がすごく効いてて、めちゃくちゃ美味しいですね。もう一回行くよ、これ行くよ。いや、このうなぎの甘だれも美味しいですよね。美味しい。これとろろね、とろろをかけてって言われたんですけど、僕はね、前も言ったかもしれないけど、うなぎにとろろをかけるっていうのもちょっと僕の中にはないんですよね。これ地域によってはありなんですかね。まあちょっとかけてみようか。だから確か前回ちょっとやってダメだった気がするな。ちょっとかけてみますね。
はい、少しかけました。これ分かる？とろろ、はい、分かるよね。これいきます。なるほど。味変としてはありですけど、僕はなくてもいいかな。ない方が僕は好きですね。ちょっとなしでいきます。このね、とろがない方がうなぎのこのこってりのこのね、美味しさがね、ダイレクトにビンビンきますね。美味しい。とろらとろでね、ちょっと醤油かけてもらおうかな。ちょっと醤油頼んでみよう。とろらとろでちょっと食べたいので今醤油もらいました。いや、このうな丼はね、成人男子でもなかなかのこれボリューミーですよ。これ周り見るとね、女性でもね、これオーダーしてる人結構いるんですけど、これ皆さんこれ食べきれるんですかね。結構量あるよこれ。天丼とかうな丼とかって総じてどこ行ってもやっぱり結構ボリューミーですよね。かき揚げ丼とかもすごいもんね。だからこれもやっぱなかなかのボリュームですよ。漬物いってみますね。これなんだろう、これカス漬けかな。いきます。カス漬けだ。ちょっと待って、酔っ払いそうです。嘘。大人味ですね。はい、醤油もらいました。これでとろろが美味しくなる。いきます。普通に美味しい。あとね、一緒にこちらあったかお茶もらいました。あー、うまい。やっぱうなぎにはあったかいお茶ですよね。このかす漬けもあるのでなおさらお茶あるといいですね。あー美味しい。あー、うな丼がなくなる。名残惜しい、名残惜しい。やっぱね、うなぎがこってりなんで浄化する意味でやっぱりお茶あった方がいいでしょ。これ言わないと水なんですけど、水よりかは絶対日本茶飲んでいますね。そうそう、小鉢っていうのか、まあこれ馴染みですよね。この小鉢はこの肉味噌と里芋ですね。はい、こちら肉味噌と里芋ね、おなじみです。はい、順当に食べ進んでます。なかなかのボリュームですよこれは。いやー、これね、うな丼だけじゃなくて小鉢もあったりとろろもあったり高のものもあるので、意外とこれバリエーションあっていいですよ。うなぎとご飯のバランスいいですね。大抵うな丼ってご飯が多くてうなぎが少ないのでご飯が余っちゃうんですけど、これね、うなぎがダブルなんでご飯が余らないんですよ。いい感じにこれ最後までこれ食べきれますね。最後の最後までもうなぎたっぷりですね。はい、じゃあね、茶蒸しいきます。出たよまあお約束ですね。はい、じゃあ改めて、はい、いただきます。まあ茶蒸しは多分変わってないよね、そんなね。かまぼこ、そしてはい、銀杏ですね。見やくて美味しい。あ、エビ。あ、やっぱり鶏肉もない。いやー、これかす漬け美味しいね。ほんとお茶と合う。はい、完食しました。めちゃくちゃうまかったです。はい、わさびはちょっとね、どうしようもないで残しました。はい、北斎うな丼完食しました。めちゃくちゃうまかったです。
やっぱり去年も美味しかったんだけどね、今年も美味しかったです。でね、うな丼ってやっぱりね高いんですよね。で、すき家とかね、やっぱ吉野家でもうな丼あるんですけども、あれが安すぎで、本来ちゃんとしたやっぱりねうな丼ってね、普通にね頼んでもね2000円とか3000円とかするんですよね。なのでパークっていうところを考えてもね、うなぎダブルでこの値段で食べれるっていうのはやっぱすごい、うん、あの妥当な価格だと思います。美味しいんでね、やっぱ納得、許せますね。めっちゃ良かった。で、実はね去年よりもね価格はね値上がりしてるそうなんですけども、あんまり気にならなかったです美味しかったです。はい。で、しかもね去年はね、あの病の牛ってことで夏からだったんですけども、はい、今年は早いので、うん、たくさんね、いっぱい食べる機会もね、多いと思うし、たくさんの人が食べれると思うので、これめちゃめちゃおすすめなんで、これぜひこれ、こちらにね、わランド来たらね、食べてみてください。めっちゃ美味しかったですね。あとね、こんな美味しいうなぎをね、よく調達できたなとも思いましたね。やっぱりね、そういう強力なラインとかあるのかわかんないけど、こんな美味しいね、うなぎをね、調達できる、この、なんか営業力というか、この剛腕さというかね、そういうの調達営業力も大したもんですよね。すごい美味しかった、おすすめです。はい、よかったらね皆さん食べてみてください。はい、これではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。